プリンターを使わないスリープモード時の消費電力は、地球環境と運用コストを考える上で重要な要素です。スリープモード時の消費電力の低減を実現するために、この度、省電力機能を盛り込んだ新規 LSI と、その機能を生かす低消費電力電源ユニットを開発し、前のモデルで約 17W 消費していた電力を一気に約 0.9W に減らしました。これにより、オフィスの現場の皆様に、より環境に配慮された製品をお届けすることが可能となりました。もともと、オキデータ独自の LED プリンターヘッドは、印刷の高速化に適した特性を持っていますが、印刷の高速化を実現するには、定着ユニットのウォームアップ時間が長くなるという課題があります。それをオキデータ独自のアンダーベルト定着方式により、高速化を果たしただけでなく、さらにウォームアップ時間を短縮することができました。これにより、オフィスの現場の皆様に、必要な時に素早くプリントできる環境をご提供できるようになりました。オキデータは30年間 LED 方式によるプリンターを研究開発し、皆様に LED プリンターをお届けしてきました。 LED の技術を活用することによって、 LED プリンターは今後さらなる印刷の高速化やよりコンパクトな筐体を実現し、オフィス環境の向上に貢献することも可能です。そしてコアフィードシリーズでご提供している5年間無償保証は、 LED の特性を生かしたシンプルで安定性の高い構造により実現したといえます。これからも私たちは LED 技術を生かし、オフィスの現場の皆様にお役に立つ製品を開発していきます。これからもオキデータの新製品にご期待ください。現場に愛を。こんにちは、米村伝次郎です。今日紹介する実験は、デンプンの粒を使ったダイラ端子現象の不思議です。ちょっと不思議な名前ですよね。早速やってみましょう。使うものは容器としてのボールですね。今中に入っていますが、片栗粉、デンプンの粉です。約 250g、 水、今の場合は約 200cc を使います。これを混ぜます。手で混ぜていきます。これくらいでしょうかね。よく混ぜます。はい、もう出来上がりました。これがですね、とても不思議な現象なんですね。はい、手で握っていると硬いんですが、握っているのをやめるとこんな風にドロドロと溶けて流れ出していくんですね。これをダイラ端子現象と言います。なぜこういうことが起きるかというとですね、でんぷんの粒はですね、水に完全に溶けません。でんぷんの粒の間に水が入っているだけなんですね。で、握るとでんぷんの隙間にですね、水が吸い込まれます。だから握ると握った表面がですね、乾いた状態になって硬くなるんですよ。で、手を離すと中に入っていた水が表面に出てくるので柔らかくなります。握ると表面が乾いて、やめると水が出てきて柔らかくなる。こういう不思議な現象なんですね。ぜひ自分でもいろんな研究をしてみてね。今回はダイラ端子現象の不思議でした。こんにちは、米村伝次郎です。今日は摩擦を利用した面白い実験を紹介しましょう。題して落ちないスプーンの不思議です。実験に使うものは消しゴム、スプーン、タコ糸に棒ですね。こんな風にスプーンと消しゴムをタコ糸で結び合わせます。こんな風に棒を横に固定します。
そしてここに置きますね。先ほど作ったスプーンと消しゴムを結びつけたものですね。はい、スプーンをぶら下げます。こんな風に。で、この消しゴムを手から離してみましょう。どんなことが起きるか分かりますか？予想してみてください。ではやってみましょう。落ちると思ったでしょう。でも落ちないですね。糸が棒に絡みついて摩擦がとても強くなってもう動かないんですよ。摩擦を利用したちょっと不思議な実験です。他のヒントも参考にして、ぜひ自分でもいろんな研究をしてみてね。以上、落ちないスプーンの不思議でした。